ディフェンダーが頑張ります。リザーブはご覧のようなメンバーになっています。両チームがまだ立ち上がりはシュートは打っておりませんが、結構細かい動きの序盤の立ち上がりになっています。ガンバが今度は攻め込んできています。磯貝が前後に出しました。さあセンタリングを送る、待っている、トラップ、お前個人技打てるかな、打った、シュート、初めてのシュートを打ちましたけれど、これはゴールキーパーキャッチ。これが注目のガンバ新外国人選手のムラデノビッチ。ちょっともう一回見ましょう。非常にこういいトラップでしたね。それからシュート、ちょっと角度が足りませんでしたけど。そうですね、放送席のサッカーコメンテーターは元サンパウロ FC の水島武蔵さんと元ヤンマー監督の吉村大志郎さんです。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。結構あの立ち上がりから両チームが細かい動きを見せておりますが、それではここで試合前のインタビューをご覧いただきましょう。ガンバ大阪、まあ、ガンバからはあの先日オリンピックアトランタの出場権を握りましたオリンピック代表メンバーで森岡選手が言っておりましたけれど、おまた来たぞ、ここはサンフレッチョの方も踏ん張りますが、森岡選手の試合前のインタビューをご覧いただきましょう。ガンバ大阪の森岡です。早く自分の調子を取り戻して、スタメンに名前が出るように頑張りたいと思います。まあ、ガンバは平均年齢が25歳で、実際出ている、まあ、今ベンチで映ったんですけれど、今日はリザーブに入っています。イレブンの年齢がもっと平均年齢が下がるという非常に若いメンバーになっています。それともう一人、まあ、ガンバ大阪これからの中心選手になっていくことが期待されますディフェンダーの実吉選手のインタビューをここでご覧いただきましょう。今2勝3敗で負け越してますけど、あと失点もとても今多いんでね、今日はぜひ0点に抑えて、ぜひ今日勝って五分の星に戻してこれから先につなげたいと思います。先ほどもご紹介しましたが、ガンバ大阪は5試合で失点というのがちょっと気になるところですが、今日のディフェンダーは近藤、つべいば、金吉、平岡。さあ中盤です。まあ、ガンバのディフェンスラインなんですがね、はい、去年の 3-5-2 から 4-4-2 のシステムに変えまして、そしてディフェンスがこのラインディフェンスっていうんですか、ハウストラ高木が待っている。はい、チャンスですね。オーバーラップして上がってきましたよ。吉田が右サイドから上がっていくんですが、野順も待っている。高木のポイントでキーパー出てきました。キャッチ本田美、いい反応でしたね。そうですね、はい。まあ、ラインディフェンスなんですが、どちらかがツベイバ、そしてどちらかが1人余らなくちゃいけないという状態が保てるかというのがポイントだと思いますね。なるほど、はい。一方のサンフレッチェなんですが、ここまで5試合で失点は5点だけです。サンフレッチェの方はこの注目のハブストラが左サイドから上がっていきました。そして高木が待っていますが、おっとノジュンユン、これを今日はツベイバがディフェンスラインのところに入っています。ガンバ大阪、それでは試合前の両チームの表情をリポーターに伝えてもらいましょう。まずガンバサイドですが、大阪 ABC の保坂和弘アナウンサーです。お願いします。はい、今シーズンのここのところ の、 あのガンバ大阪の戦いぶりは、とにかく攻撃的な布陣にすると失点が増えて、それからあのディフェンシブな布陣にすると得点力がダウンするという、なんかこうあべこべのこうジレンマっていうのに悩まされているんですが、はい、まあ、今日はそういったところを踏まえてサンフレッチェが相手ということで、まあ、サンフレッチェの順位の突破力と、それから高木のポストプレー、この2つの大きな武器があるんで、今日はとにかくポストの高木には金吉、先ほどインタビューにあった金吉がマンマークの指令が出されています。なるほど。それからツベイバは今シーズン初めてリベロの位置に入れまして、ディフェンスラインにテコ入れをしました。このあたりですから、今日は守備に力を入れている久世監督ですね。わかりました。手元の時計は前半の5分を回りました。まだ両チーム得点はありません。ノジュインが来ましたけれど、まだボールは生きてますよ。ボールはまだ生きています。森下がマークに行っておりました。激しいマークですか。ああ、そうですね、相当シビアにタイトに行きましたが、コーナーキック、初めてのコーナーキックでサンフレッチェはショートコーナーのと、それからファウストラセンタリング、高木が待っていました。ポストプレー、もう一回サンフレッチェがチャンスをつかもうとしています。左からのクロスボールを送ってきました。ああ、いいボール、打てるかな。あ、スリップ、チャンス、あ、シュート打つ。もう一回コーナーキック、逆サイドから。いや、やはりこのポイントのある高木なんですがね、このポストプレー、はい、あのほとんどやはり空中戦ですと勝てますからね、そのフォローをうまくすれば、これはサンフレッチェいいチャンス生まれますね。ハウストラが走っていきます。まあ、だいたいセットプレーは今のですね、はい、
ノジュンユンとハウストラなんですが、上村も上がってきてます、ね、あそうですね、はい、長身の180センチ、上村、高木通りますが、あと内藤も上がってます。どこに合わせますか。得意の左足、高木、あーっと合いません。これをうまく打ったけれど、あはい、笛が最終的に打ちましたけれど、ゴールキーパーの本並がキャッチします。まあノーマークでしたからね、あの辺やはりこぼれ球もう少しガンバチェックしないとちょっと危ないですね。それではサンフレッチェ広島の試合前の表情を伝えてもらいましょう。広島ホームテレビの西岡明彦アナウンサーです。西岡さんお願いします。はい、サンフレッチェは4試合現在連続延長戦です。なおも最近2試合はいずれもゴールなしという非常に苦しい戦いが続いているんですが、今シーズンに入って初めて水曜日のゲーム静岡の清水戦が終えてから、まあ、ミニキャンプまではいけないんですが、ずっと広島に帰らず静岡でトレーニング練習を積んできました、はい、ヤンセン監督も特にシュートチャンスがあれば得点がないだけに少しリスクを犯してでもいいから、中盤の特に中盤の選手上がってもいいということです。今日 あの練習終わった後のミーティングでも、新たな戦いで気持ちを切り替えていけと、ヤンセン監督は選手を激励していました。はい、わかりました。そうですね、サンフレッチェの方は4試合続けて延長戦で、5試合のうち4試合が延長戦という今シーズンはご苦労様ってことですね。そうですよ、なお今日は突撃オフサイドトークということで、副音声の方では小山雅彦さんと富井一華さんの放送でお伝えしています。手元の時計は前半8分を回りました。シュートはすでに3本打ちましたサンフレッチェ。高木のところ、ボールをまだキープしています。右に流した小島、それからミドルシュートを打ちましたけれど、思い切って打ってきましたね吉田ですね、いいシュートでしたけど、はい、だからまあ先ほどから結構高木がこう全てポストですよね。そうですね、あそこ頑張るディフェンスがね、もうちょっとあのプレッシャーかけて、あそこで取れたら逆にチャンスになると思うんですよね。そうですね、結構ちょっと甘いよね、何回かチャンス作られてるけど、大体同じような形で大体あそこを起点にしてる、はい、あとそのフォローする選手の順位などのマークなども非常に要チェックですよね。どっちかというとやり方っていうのもはっきりしてるよね。まあ、もう変わってないですからね、はい、サンフレッチェは、だからそういう面であったら大したもんやな思って、まあ、逆にこうボール取られてもそんなに慌てないよね、ディフェンスライン自体が。そうですね、やっぱりこう自分の仕事っていうのをきちっと持ってますね、できてるって守れる部分の形よね。だから逆にこういう状態になった時にガンバの方が後ろが気をつけないからね。あ、カウンターとかですね。おお、低い前が合わせましたけれど、長すぎました。結構サンフレッチェは早いからね。早いですね。あのガンバのディフェンス選手に何人か話聞きますと、そのサンフレッチェのスピードってのはやっぱりすごいって言いますよね。そうですね。まあ J リーグでもトップクラスですね。はい。前半の間もなく10分という時間帯です。ガンバのシュートはここまで1本だけ、サンフレッチェのシュートは4本になりました。やはりガンバは今日はホームだけに主導権握って、積極的に攻めてほしいですね。ガンバの方なんですけれど、今今日はツベイバがディフェンスラインに入っていますが、5試合で5得点、その5点のうち4点をムラデノビッチが叩き出しているというね。この選手は今シーズン大期待ですね。ハウストラが中に入れようとしましたが、さあディフェンスラインから中盤に持ってきました。そしてこの磯貝ですよね、磯貝が今年はトップに上がっているというのが、そうですね、ムラデノビッチが一旦中で絡んでいます。おー、もう一回ハウストラ、左足でロングを縦パスで送りましたが、これはスローインになります。上村がここまで上がってますね。そうですね、さあ問題はそのサンフレッチェのオーバーラップしていく両サイドからの上がりスピードを、ディフェンス陣がガンバーどうしのいでいくかというね。はい、ノジュンユンがスローインでハウストラに合わせました。あー、コーナーキック。このシステムは 4-4-2 と3-5-2という形で若干中盤がずれるんですが、その辺をどうカバーしていくかっていうのも見どころでしょうね。3回目のコーナーキック、ノジュンユンはこちらのサイドから蹴るのは2度目です。今度はまた高木が入ってきた。逆サイド、ちょっとファーサイド長い方に行きました。ヘッドで落としました。柳本も上がっています。高木は中央で待っていますが、深くえぐってきました。高木はゴールの正面におります。高木は運動量多いですね。そうですね、右と左と取ってます。ガンバ磯貝、はい、バスです。これは独走ゴール前行ってほしいですね。さあチャンスですけれど、フォローが欲しいですね。クリーニャ、あーっとノーイスル、まあ、今
今のはファウルではないでしょう。じゃないね、はい、なお今日の主審は天美さん、それから先審は山口さんと奥谷さんです。ゴールの正面に待っている山口、あ逆サイド飛び込んできました。マラデノビッチ合いません。ゴールキック、今でもいい形だったら速攻の形ですけど ね、 そうですね、やっぱりフォローが遅いんですよね。ちょっと遅れてますね、だからこういい形には感じてないっていうの、まあ、去年昨年よりはねだいぶガンバ周りの動きが良くなったと思うんですが、まあ、チームとしてのこう動きっていうのがね、まあ、まだやっぱり新しい監督になって、はい、そこまでは浸透はねまだそういうすぐはできない思うけど、去年と比べたらだいぶそういう意味ではねだいぶ浸透してきたっていうの、形あるんで、もうちょっとやっぱりあれね、やはりボールに対して1人しかこうフォローに動いてないと、はい、やはりそこが2人3人となってくると、はい、いろんなバリエーションがね生まれてくると思うんで、反対にこう磯貝みたいにいろんなパス出せると、はいはい、判断ね、できる人がいるんで、もうちょっとひどい磯貝ももうちょっとボールに絡んでくれたら、そうですね、もっといいなって思うけどね、ボールキープがガンバになりましたので、ではその辺はちょっと注目しましょう。山口がここで待っています。磯貝がゴールの正面にいますが、ちょっと下げました。隣にいるのが7番がスクリーニャー、もっと下げます。ディフェンスラインのところまで戻しました。スベイバ、磯貝のところでパスカット、サンフレッチェ、ドリブルでいきます。吉田、高木です。そこでやっぱり楽にさせたらやっぱりサンフレッチェ形作りますよね、まあ、非常にサンフレッチェバランスいいのです、ね、ですからね、左右にこうサイドチェンジしてつないでこれますから、左サイドからはだいたいハウストラ得意の左足、おお、マクイケルケルドセンタリングで入ってきた。スローインになります。やはりこういったサイドからの攻撃というのは高木がいるだけに非常に危険ですよ。効きますね、吉田がボールを入れます。おっと、まあ、はい、どうぞ。やっぱり高いボール、横からのボールというのはディフェンス自体がやっぱりねこう守りにくいというので、高木上では強いというところね、ディフェンスがやっぱり心配でしょうね。高木は188センチありますからね、ポジショニングが非常にいいのと体の使い方がうまいですからね、世界でも十分通用するでしょう、はい、空中戦。ガンバキープ、森下が今日はスターティングメンバーで入っています。あっとこの辺ちょっともったいないですね、もったいないですよね。手元の時計は前半の15分に間もなくなろうとしています。まだ両チーム得点はありません。どんな高級車にもたどり着けない場所がある。ジープグランドチェロキー右ハンドル車登場。ジープ from Chrysler。 その島の時計は進まない、訪れるたびに深まる心地よさ。私のバリはよみがえる。日本アジア航空で飛ぶバリ島。前半の15分を回りました。0対0、盛んに両チームチャンスメイクはするんですが、決定的なチャンスになりません。今日のサッカーコメンテーターは元サンパウロ FC の水島武蔵さんと元ヤンマー監督の吉村大志郎さん、実況は私 ABC の和佐哲郎でお伝えしています。先ほどから吉村さんと水島さんがお話しされるときに、ポルトガル語でペラ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 と、ね、共にブラジルでプレーされたというね、お久しぶりですかお二人は。そうですね、久しぶりですね、はい、そうですか、じゃあそういったお話を交えながらポルトガル語で、ポルトガル語で言われるとちょっと苦労するんですけどねちょっとまずい方はじゃあポルトガル語で話すように、はい、そういう感じですよね、人の悪いこと言うときはポルトガル語でなるんで、はい、まあ、ポルトガルも今の J リーグではね、第二国語になってますからね。いや、これからね、はい、いわゆる英語が第一外国語としたら、第二外国語フランス語、ね、よりもドイツ語よりもこのポルトガル語がいりますからね。そうですね、特に日本はね、はい、ブラジルの選手が多いから。本当そうです。ハブストラ、この選手はオランダからやってきた選手です。を見ている、非常にボールタッチいいですよね。そのジュニウム、後ろからちょっとマークに行きました。ファウルプレー、いや、これは絶好のところでチャンスですね。このノがサイドに渡ってこのかき回して、このやはり同じようにこうポストプレーになりますからね。
これはサンフレッチェの非常に欠かせない一人ですね。ちょっとここは大きなポイントになりそうです。ゴールキーパー本並、高木が入ってきました。タイミングはドンピシャ。いやー、頭一つ抜けてました今。そうですね、でも最終的に結果としたらもうそこ、あそこしかないっていうの、まあ、逆に言うと、そうですね、今でもそれでハウスラがボール、あの、キフリック蹴ってるんですけど、特にハウスラでも結構1メーター、あの、身長は182センチでしょ、だから2人 前に上がったら怖いやろな。怖いですね、1つじゃなくて2つは、上村も上がってますね。そうですね、上村はちなみに180センチ。ただあの、ガンバとしてはもうそのパターンと分かっていながら、直接シュートの順位、分かっていながらなかなかね、そうですね、そのリスタートのね、プレーっていうのはなかなかね、はいはい、このスピードなんですよね、タッコいくんですけどね、今のセンタリングから打ったら直接打ちましたもんね、打ってきましたね、まあ、オリンピックの代表チームが決勝戦で韓国と当たりましたけれど、はい、そういえばあのワールドカップがね、今回韓国かというのジュンユン、韓国の代表的な選手プレーヤーです、まあ、私ブラジル行ってたんですけど、ブラジルではなんか日本の方が有利だっていうようなあのニュースがあのマスコミの中では、聞いてきました。内村さん嬉しいですね、そうなると ね、 そうですね、ぜひね、ぜひ、はい、これでコーナーキックはサンフレッチェは4回目になります。こちらのサイドは左足でハウストラ、それぞれ2度ずつ蹴ることになるんですが、さあまたこれは高木あの近くに今上村、内藤といったところも集まってきています。内藤もヘディング強いですね、これはもう中盤と2番、やはりセットプレーと体もぴったりつけて ね、回しないと。おニアポストに来ました、もう1回コーナーの順位に合わせました ね、 そうですね、やはり違うバリエーションを持ってる。そうですね、やっぱりまあ昔から言うんですけどね、結局ヘディング飛んでも正常に飛んでも多分勝てないんですよね、高木と。そしたらやっぱ一緒に飛んでやっぱり自分をヘディングさせない、相手もさせないとぐらいの気持ちでいかんかったら、普通でいったら負けないでしょうね、勝てない、はい、そうですね、はい、3回続けて、まあ、今のはあの高木の近くに合わせようとしたんですが、オランダからやってきました、邪魔をするとやる、ね、はい、そうですね、ハウストラ、ピーター・エッジ・ハウストラ29歳、自分もプレーはしないけど相手もさせないと。もう一回の順位の近く、4回連続ですよこれで、まあ、今日のディフェンスラインのところにはスベイバー、サネヨシ、まあ、平岡、近藤もおります。ガンバ今度はターゲットをどこにしましょうか。相変わらず内藤、それから高木がおりますが、逆サイド、ファーサイド来ました。あ、なるほどね、今度は上村ですよ、はい、彼もねオリンピックで自信つけてきてますからね、まあ、ミッチと上村というねサンフレッチェからはオリンピックメンバーで、はーい、空中戦強いですねサンフレッチェ。そうですよね、これだけ徹底してこの、まあ、ヨーロッパスタイルというんですか、この空中スタイルがあのできてますとね。おっと危ないぞ、オフサイド、高木が行きましたけれど、これはオフサイド、ちょっとヒヤッとしました。ギリギリですかね、今でももうオフサイドラインっていうの引いてないんですよね、たまたまっていう感じがしましたけどね。どうしてもこの辺がガンバーのディフェンスがそうですね、ちょっとこう緩んだ時にやっぱりやられる、はい、そうですよね、ラインディフェンスですね、そうですね、まあ、近藤がちょっと残ってましたけどね。そうですね、あれ本当にライン、あのオフサイドラインをつけるんだったらもうやっぱりラインを打ってあげて、ね、はい、やっぱりノーマークだとおかしいけど、まあ、たまたまオフサイドになったっていう感じがするんですけどね。この辺はツベイバがまとめ役なんでしょうけどね。ただやっぱりね、見とったら結構やっぱりリビルで結構前出てんねんね、出てますね、この選手、ね、今ボールが来た3番のツベイバだから結構やっぱり高木とマンツーマンっていう形で後ろなってる角が多いんですよ ね、 ね、であと2列目が結構あの早いからね、サネヨシちょっとああいうところで結構外を突かれてる場面が結構あるんですよね。下がってきた森下、遠いボール、磯貝が待ってます。さあナイスボール入ってきた、ムラデノビッチ、あムラデン、ムラデノビッチ、ちょっと、はい、ね、シュート打ってほしい。いや、あのガンバの方は磯貝、それからムラデノビッチ、はい、で、まあ、山口スクリーニャが絡むというね、そうですね、この、まあ、磯貝が非常に今ねあのいいパス出しましたけどね、そのプレー森下から出て、
もう1枚同サイド欲しかったんですよ ね今逆だけだったからやっぱり同サイドちょっと遅れたんですよね。あれもう1個早く入っとったら多分逆は不利になってるんでしょう ね引っ張られるからね、はい。まあ、磯貝も今までゲームメーカーだったのがもう少し、前へ行ってこんな自由なプレーができると思うんでね。磯貝の場合は前でプレーする方がいいですかね。また磯貝、まあ、ディフェンスはあまりこう得意な選手じゃないのでね、逆にその分前で自由にやらせたらどうかっていう考えではないでしょうかね。監督の近藤から山口、さあいいボール来ましたよ。スクリーナーが来ましたけれど日本代表ゴールキーパー前川キャッチ。結構バリエーションも持ってますね。出てきましたね、はい、ガンバは。はい、前半の22分を回っています。ここのとこが楽に刺すよね。結構高木 ね最初のとこ寄せていくけど、あと結構楽にこう壁に慣れてるよの。高木との順位が中央で待ってます。吉田が右サイドから大体上がってきます。そこで取りましたガンバ。割と下がったところで磯貝一旦見せておいて、あーこれはちょっとガンバの方にスクリーニャがファウルプレー。なかなか結構スピードのサンフレッチェとバリエーションも出てきたガンバというね、共に2勝3敗なんですが、一つ歯車が噛み合えばという要素は感じられます。そうですね、まあ、サンフレッチェはやっぱり、しっかり最後まで90分やってくるんで、まあそこのところでやっぱり頑張るディフェンス、ちょっと緩んだところでやっぱりね、危険性っていうのはそこですよね。そうでしょうね、はい、集中力かけられないですね。それない限り大丈夫思うんですけどね。中国のブラダノビッチ、彼がねどれだけゲームメイクでこう形を作るか、リズムを作るかっていうのが鍵でしょうけど、近藤からまた山口、粘る、パンツ下げて森下が中へ、ノーホイッスル、ノーホイッスルです。ムラデノビッチが要するに久世監督がやろうとしているサッカーができるかどうかの鍵を握ってます。そうですね、森下は今シーズン初スタメン。もう1回11番森下上がっていきます。また11番、ね、2人ですから ね、もう1人2人絡んでほしいと思うんですけど、周りがやっぱりねこう状況を見てるっていう場面が結構多いんですよ ね、もう1人2人動き出しあれしたらもっと楽にボールを回せるはずやけどね。もうパス出すコースは決まってるんですよ ね。マラダのピッチに繋がりません。ですから得点能力としてはあの辺のちょっとしたところが繋がれば、もっとという要素はあるんですが、まあ、ただ ね、ガンバもこのメンバーもう1年2年ぐらいずっと同じメンバーでやってますからね、そういった意味ではもうコンビネーションってのはできていなくてはいけないと思うんですよ。ですから誰の癖というのを知った上でプレーするということが必要なんでしょうけどね。中盤でのフリーキック、おお、ここまで下がってますか。の順位でハウストラ2人で上がってきます。中へ高木のポスト、あそこがみんな見てるんですよね。人にはやっぱりある程度もっとプレスかけて、結構いい状態でこう後ろから出てくる人に出されてるから、そこから展開っていうのがされてるんです ね、楽に。もうちょっとあそこの縦のボール、ポストなるボールをプレスかけたらちょっと変わってくると思うんですけどね。ゴールキックになりまして、相変わらず両チーム得点ありません。前半25分を経過しました。大切な人がいる、大切な時がある、うまさが深いアメリカン生、その時ミラー、ミラースペシャル朝日から。誰もそれからは逃れることはできない。映画を超えたサバイバルホラー登場、バイオハザード。カプコン。前半の26分を回りましたが、コマーシャルの間にものすごいシュートをもらってました。素晴らしいシュートでしたね。
右にそれましたけどね、左足のやはりこのワールドクラスというのをこう感じさせる、外れましたけどね、そのぐらいのシュートでしたね。これですよね、はい、まあ、枠いってたらキーパー取れないでしょうね、まあ、無理ですよね、はい、あのクロアチア代表として7試合に出場したことがあるそうなんですが5得点、でオーストリアのザルツブルクでは29試合で22得点というですから、あの5試合で4得点だからこれ不思議じゃないですよね。そうですね、力はあるし、今みたいな形でもうちょっとあの壁ポストになる人がおったら後ろから結構押しますに結構よい動くしね、あの簡単にプレーするしゴール前には、はい、結構やっぱ怖い選手ですよね。そうですよね、思い切りがいいっていうの、今のシュートでもそうやけど実はちょっと広むけどね、相手こう寄せてきた中で半分半分の中でもやっぱり思い切り深いぐらいシュートできるみたいな。高見とスクリーニャーも1人になっていたんですかね、三木が行ったんですか、そうそう、スクリーニャーが行ったみましたが大丈夫です、はい、あの三木なんですが先ほどスライディングの時に左足の太ももの裏を肉離れしまして急遽交代しました。ああ13番を入れました。2年目の久保が入ってます。あのオリンピック代表メンバーとして活躍しました三木なんですけれど、あのあの時も確かね、太ももを痛めたりしましたけれど、そうですか、分かりました。広島ホームテレビの西岡アナウンサーからのリポートが入りました。ちょっと疲れも出てるんですかね。でしょうね、まあ、それと前の分が完全に治ってなかったかもわからないんですよね。前半の28分は回りました、まあ、シュートの数で言いますとガンバ2本でサンフレッチェは7本打っているんですが両チーム得点がありません。そうすると中盤のところに13番をつけた久保が入っているわけですね。ガンバーキープ、もう少しダイレクトで回ってたんですよ ね、 すね、やっぱりちょっと遅いしワントラップワントラップ、はい、だから全体全体がバックラインサンプレッジの全然プレッシャーかかってない。そうですね、うん、慌ててないと、ずれてません。さあ左サイドから上がっていきますよ。ここでもやっぱり遅い平岡なんですけどね、人数が1人2人ですからね、ちょっと確率から言っても厳しいですね。あのだいぶ去年までと比べたらガンバの方もこれクゼカラーというか出てきたことは出てきたけれど、はい、もうあと一つ二つというところは確かにあるわけですね。そうですね、まあまあ一気にはねそうはいかない思うし、まあ、さっき武田さんみたいに、ね、言ったみたいに2年3年も一緒にやってるからって言っても、うん、なかなかそこはね、うん、そう簡単に言ったらまたね逆にサッカー面白いないかも。まあ、その辺は小さなことからコツコツと、ね、そう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 、誰かがよう言うセリフなんですけどね、関西のお笑いのね。ガンバキープ、ここで村田のピッチがねゲームメイクもできるわけです。さあオーバーラップしてツベイバン上がっていきます。村田のピッチがいる、いい、その前に来た、山口も上がっておりましたけれど、ここはいや柳本よく触りました今。そうですよね、触らなかったら今非常に危なかったですね。もうキーパーと1対1、1対1ですよこれ、ね、あーよくこれですよね、まあ、親指でクリアしたって感じなんですか、ね、はい、三木選手に代わりまして、まあ、柳本とそれから内藤上村の3バック、フォワード久保達彦背番号13、一応フォワードの、まあ、選手でここは登録はされておりますけれど中盤のところで入りました。さあショートコーナーです。もう一回、ん、これ何ですか、オフサイドっていう形多分取られたと思うんですね。オフサイドですかね、はい、いやこれはもったいないですね、せっかくのチャンスが。そうですよね、これ、まあ、サッカーに馴染みの